アンドリア・ゲリッチはセルビアの男子バレーボール選手。ノビサド出身。ポジションはミドルブロッカー。元セルビア代表。1995年ナショナルチーム代表に選出され通算261試合に出場。ユーゴスラビア代表として出場した1996年アトランタオリンピックで銅メダル。 2000年シドニーオリンピックで金メダル獲得に貢献した。また、2004年アテネオリンピックにはセルビア・モンテネグロ代表として、2008年北京オリンピックにはセルビア代表として出場し、4大会連続オリンピック出場を果たした。2001年ワールドグランドチャンピオンズカップと2003年ワールドカップでそれぞれベストブロッカー賞を受賞。 2003年ワールドリーグではベストブロッカー賞とベストサーバー賞をダブル受賞した。イタリアセリエ A のマチェラータ在籍時に2002年欧州チャンピオンズリーグ初優勝2005から2006シーズンにセルビア代表のイバンニ・リュコビッチと共にリーグ初優勝を経験2008年にギリシャリーグのパナシナイコスへ移籍2009年にセリエ A 復帰した。 セルビアゴラテン本寺アンドリハジャリーック。ありがとうございます。